今回は IWA ジャパンの話をしようと思う。で、当時はギャラ制、1試合1回いくらのギャラ制じゃなくて、いやあれはちょっと勘弁ですね。この人は。次はゲーム配信いきたいと思います。じゃあレディゴー。はい、本日もいでくるぶしゲーム配信いっていきたい、いってみたいと思いますか。はい、よろしくお願いします。いやくるぶしかっこいい。くるちゃん素敵、キラ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 キャー、失神。かっこよすぎてマジ無理。うわー、なんか飛んでる。メガネ舐めさせて。いいよ、どうぞ。くるぶし尊い。くるぶし尊い。いやー嬉しい。笑顔がほんと可愛いのよ。無邪気な感じにキュン。はい、ということで今日もお付き合いありがとうございました。いでくるぶしゲームズでした。ありがとうございます。おやすみなさーい。サンキュー。おやすみ。終わりました。はい。
完成しました、動画を、作り始めてから約1時間ぐらい、かかりました16分の動画なんですけど1時間ぐらいかかります、これを、今度は YouTube に上げます。お疲れ様です。雨でどこも行けなくてつまんないですねうん。サーフィンして、まあクルチョモの、登録者数とか、伸びてないかなとか、あとはよく見るサイトはやっぱアマゾンとアマゾンのタイムセールと、あとはスニーカーのサイトをよく見ますね。スニーカー、自分の好みのスニーカー安くなってないかな。そんなところあんま面白くないですよマジでよいしょ、ここからは、夜の生の時間ですね。最近はこう、DMM のやってる、ファンザっていう、動画のサイト、動画のアプリでしこってます。くるぶしのベッドはこんな感じで、もうすぐにティッシュが取れるような状態あのキャンプ用の、ちっちゃい机が置いてあって、これは、AV を見るときですね、携帯を立てかけて立てかけるように置いてます。でこれを立てかけてこうですね、こういう感じで、こういう感じで、行きましたはい、まあまあざっとナイトルーティンこんな感じです。まあ毎日、編集して、ゲーム実況して、動画をアップロードして、ちょっとネットサーフィンしてしこって、で犬と寝るという、こんな毎日を過ごしてます。面白い面白いかな、大丈夫かな。はい、毎日こんな感じで、過ごしてる、クルチョモチャンネル、イデクルブシです、これからもぜひ応援よろしくお願いします。じゃあ、寝ましょうか。じゃあおやすみなさい、バイバーイ。のは紛れもない愛なんだ。これ面白い。